よし。ん？おい、食うペースが落ちてるぞ。どうした？そんなものか？それは禁じ手の熱々食い。ならば俺も。ガチガチ。引き分けか。俺のスピードについてくるとは。やるな。そうか、危なかった。熱々のたこ焼きに挑むお前の姿、すさまじい覇気を感じた。やはりお前は俺が認めただけのことはある。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝星のペルソナを生み出せしたき、我らさらなる力の祝福を与え。俺は引き分けは負けと同じだと思っている。約束通り町内百周してくる。お前は好きにしよう。今日の勝負楽しかった。それじゃ。袋にも食べさせてやりたい。金さえあればな。ああそうだ、俺はこの店ただなんだ。ここだけじゃない、商店街全体がバックアップしてくれてな。俺だけはどこでも食い放題ってわけだ。と言っても好意に甘えるのも悪い。時々は受け取ってもらうし、いつか全額揃えて返すつもりだ。今は正直甘えさせてもらうしかない。だからここの人たちのためにももっと名を上げていかないとな。ならないと言ったら嘘になる。だが適度なプレッシャーは悪いもんじゃない。要はどううまく付き合うかだろ。ところでお前、ライバルはいるか？そうだな、いつだって自分が最大の敵でもあり味方でもある。分かってるじゃないか。うん、俺にはもう勝ちたい選手がいない。部活の仲間は練習相手にもなら、俺には競い合う相手が必要だ。なあ、本気で陸上やってみないか？俺と一緒に高みを目指そう。お前となら高め合える気がする。またトレーニングの合間にでも会おう。じゃあな。
よ。よし、今日は豪華に卵を乗せるぞ。満足だ。この値段であの肉量、来た甲斐があった。生卵なんて何日ぶりだったか。あいつらにも買っていこうかな。あ、兄弟だ。俺の下に4人もいるからな。狭いアパートだが、すし詰めで暮らしてる。賑やかだぞ。よかったら今度うち来るか。床が抜けるかもしれんがな。だが昔はもっと言ってなかったが、親父は5年前に死んだ。乗ってた車が崖から落ちてな。同情はいらん。ただお前には言っておこうと思って。こんな時間か。保育園が終わっちまうな。またな。よよし。よし、あと1個。ああ、いや、癖なんだ、早食い。家では早く食わないと兄弟におかずを取られるからな。お前のを取ったりしないぞ。ゆっくり食べてくれ。我ながら素晴らしい早食いだった。そうだ、聞いてくれ。俺は今度対外試合の予定がある。ワンダイっていう一流の体育大のコーチが見学に来るって大騒ぎだ。わかるか。いいとこ見せれば推薦がもらえる。だろ。これで陸上が続けられる。俺は大学は諦めてた。大学に行く金なんてうちにはないからな。そこへ奨学金付きの推薦話、飛びつきたくなる気持ちもわかるだろう。俺は絶対に勝って大学へ行くな。これでお袋も楽になるよな。ああ、そうだよな。お前に言われると安心する。いつも思うんだ、親父さえ生きてればってな。親父がいれば兄弟たちが飯代で困ることなんてなかったろうって。愚痴言っててもしょうがないな。俺はとにかく推薦を狙うしかない。あ、鶏肉のセールが終わっちまう。今日は俺が夕飯当番なんだ。それじゃまたな。待たせたな、あれ。すまん、俺もまだ修行が足りないな。入ろう、喉が渇いた。
今日はうまかった。やっぱり二人で食う飯はうまい。以前は部活の奴らと一緒に生きてたんだが、今は。そう言ってくれるのはお前だけだ。部活の奴らなんて俺が呼んだところで来ない。あんな部活を遊びでやってるような奴ら、俺と気が合うはずがない。だから最近は練習するのもバラバラだ。まとまりなんてない。以前は部活が楽しくて仕方なかった。陸上が好きで陸上ばっかで、部活の奴らも陸上が好きで、みんなでワイワイ部活して、それが、いや、どうでもいいことだ。俺はあいつらと違う、あいつらの上を行くんだ。行かなくてはならないんだ。すまん、変な話をしたな。スクワットでもしながら帰るな。お前も部活、怠けるなよ。何もできねえ。俺が面倒ばかりかけちまって。今日はすまん、お前にも迷惑かけちまって。他の奴らじゃなくお前でよかった。話せて少し落ち着いたよ。悪いな、こんなとこに来てもらって。ならよかった。静かなところで話したかった。さっき病院に行ってきた。これから保育園に妹を迎えに行って、買い物して、飯作って、食わせて、洗濯、とにかくやることが多い。この程度俺はまだやれる。お袋はこれを毎日やってたんだ。前に話したろ、対外試合で活躍すれば推薦狙えるって。でも練習ができないんだ、時間がない。それに奨学金をもらえたとしても
大学に進む金はない。それどころか生活費すらないんだ。親父に続いてお袋の稼ぎまでなくなったからな。俺が金を稼がないと、もう陸上をやめるしかない。親父さえ生きてれば。そんなこと言ったってどうしようもないだろ。こんな形で終わっちまうのか。そうだな、このままじゃ諦めきれん。俺は試合に出たい。最後だっていい、勝ちたいんだ。俺の人生のほとんどは陸上に使った。総決算と思ってぶつかってくる。お前に話せてよかった。吹っ切れたよ。おかげで決心がついた。ありがとう。おっと、妹が待ってる。またな。うまいものにありつけるなんて俺は恵まれてるよな。土産にするべきか。しかし土産分は払わないとな。そうする。やっぱ俺だけ食うもんだ。そうそう、お袋だがもうすぐ退院できそうだ。俺もやっと兄弟の面倒を見るのを慣れてきたんだよな。そういえば部の奴ら兄弟の世話を手伝うなんて言い出した。保育園の迎えぐらいなら行けるぞってな。みんな俺のことを心配してくれてたんだな。なのに俺は一人で突っ走ってて周りが見えてなくて、結局部がまとまらないのは俺のせいだったのかな。お前は厳しいな。そんなこと考えてたら急に何もかもが新鮮でな。走って汗をかくだけで楽しいんだ。体が喜んでる気がする。おっと、長話しちまったな。すまん、そろそろ行かないと。またな。ちゃんと覚えといてくれ。お前が背中を押したから競技に打ち込めてる。俺が楽しいのもお前のおかげだ。じゃあな。例の推薦がかかってた試合、昨日だったんだ。俺に対する愚問だな。もちろん優勝したぜ。俺を誰だと思ってる。ま、ありがとうよ。本当に終わったんだよな俺の競技人生。急に空っぽの気分だ。就職しようと思う。家族を守るためにというとカッコつけすぎだが、もう当てはある。死んだ親父のつてで車のメーカーにな。
し遠いとこにあるんだ。替え玉頼め、おごってやるから。あ、いくらでも食っていいぞ。お前に会ってからいろいろ分かったよ。俺はずっと学校や家族のせいにしていた。自分と向き合うことから逃げていた。お前に会えてなかったらきっと今の自分を不幸だと思ってただろうな。お前のことは忘れないぞ。いろいろ準備だの挨拶回りだのがあってな、寂しがる間もなさそうだ。また飯食おうぜ。もう何度会えるかわからないが、それにしてもうまいなラーメン。前に会えてよかった。さすが鋭いなお前。そう、これから行くんだ。工場は関西の方だから向こうの寮に入る。荷物はもう送った。あとは身一つで行くだけだ。お袋には私のせいでって泣かれたけど、俺は家族を支えたいんだ。これからは新しい人生だ。ここのラーメンとお別れだ。さて行くか。あ、じゃあ駅まで頼む。なあ、これを受け取ってくれ。お前に持っててほしいんだ。乗るも何も車はどこにもない。そのキーは親父の車のだ。ずっと俺のお守りにしていた。生きててくれればってなじったりした。そうしたらもっと俺は楽に生きられたのに。陸上だってもっと楽しめたし、強くなる必要もなかったのにとか、そうやって親父のせいにして俺の逃げ場所にしていた。だからお前に持っててほしい。俺が持ってるとすがりたくなるかもしれない。だがお前が持っててくれると思えば俺は頑張れる気がする。お前に顔向けできるようにってな。ありがとう。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに星の力がその才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、星の究極なる力、汝がうちに満たされんこと。いつかまた会おう。